久しぶり、サキだよ、覚えてる？彼女は高木サキ。隣に住んでいた10歳年上の幼馴染で、俺の初恋の人。出戻ったか？そうなの、離婚して戻ってきちゃってさ。またお隣さん、よろしくね。ダー君は今22歳？大きくなったね。今何やってるの？それ。ああ、お母さんが実家の野菜の。どうも。たもつのやつ。7年ぶりの再会で初めての会話がこれ？嘘だろ。マジか。本当に離婚したんだ。何やってんだ俺は。あの時のこと。散々後悔してたくせに。俺は物心つく頃には母親がいなかった。いつも一人でいる俺に咲姉はすごく優しくて、そんな咲姉が俺は大好きだった。だけど15歳のあの日。結婚？うん、この前プロポーズされちゃって。私じゃなきゃダメなんだって。いつも隣にいて、それがごく自然で、あまりにも当たり前で、咲姉が誰かのものになるなんて思ってもみなくて。トーク、アイス早く食べないと溶けちゃってるよ。布巾布巾。あったあった。ほら、これで拭いて。トーク、もういらない。サキネも、もういらない。早く帰れよ。それが精一杯の強がりだった。中学生の俺にはどうしようもなかったから、せめて平気なふりがしたかった。ただただ冷たくあしらうことしかできない浅はかで未熟な強がり。サキネに当たったって仕方ないのに。あの時のことをずっと後悔してたくせに、謝るどころかなんだよ。さっきの俺、やっと諦めたのに、まさか離婚したなんて。あ、さきね、さっきはごめん。早く会いたくて迎えに来ちゃった。デート行こう。アイリー、やべ、俺彼女いるのに。最悪だ、アイリーの前で咲姉の名前呼ぶとか。タモツ？しっかりしろ俺。急にどうしたの？俺には付き合ってる彼女がいるんだ。いや、なんでもない。アイリね、今日行きたいカフェあるの。咲姉のことは諦めただろ。早く行こう。アイリを大切にするんだ。うん、諦めろ。